今数独クイズの解き方を紹介する。空きマスに数字を入れる。すべての行に、すべての列に、すべてのブロックに、数字1から4も含まれる。最後の2のブロックに、数字2と3がすでにある。したがって、空きマスに数字1と4を入れる可能。だが、最後列に数字4がすでにあって、3の右側に数字1だけを入れる。除去法を使って、最後の空きマスに数字4を入れる。